この絶対値の方程式の裏技、縦型授業スタートントン。絶対値の方程式っていうのは、普通絶対値の中がプラスかマイナスかで場合分けして、今回やったらこの3つで場合分けして方程式解いていくねんけど、1人だけ求めたい時っていうのは、絶対値がどういうものなのかなっていうのを考えたら分かる。絶対値っていうのは原点からの距離っていうのを教えられるやんか。つまり0とある点との距離を絶対値って言ってんねんな。だから絶対値 A って言われたら、A と原点との距離なんよ。それで絶対値 A-B って言われたら、点 A と点 B の距離っていうこと。この考えが分かってたら、今回みたいな方程式っていうのは数直線で普通に解けて、 x プラス1って言われたら x とマイナス1との距離っていうこと。 x マイナス3って言われたら x と3の距離っていうことな。で、方程式考えた時にこの2つを合わせて8になればいいっていうことやねんな。具体的に数直線で考えるとこういう風になって、マイナス1と3をとりあえずマークするやんか。そしたらこいつらと x との距離を考えなあかんから、こことこことここどこかに x が入ればいいねんけど、マイナス1と3の距離っていうのは4やから、この真ん中に x があることはないってわかんねんな。で、そう考えた時に右側に2行くか左側に2行ったら2つの距離足して8になると思うねんな。具体的にやると、マイナス1から左に2行ったマイナス3っていう点が x やとしたら、マイナス3と3の距離は6になって、マイナス3とマイナス1の距離は2になって合わせて8になってるやろ。で、同じように3から右に2行った5っていう点を x やとしたら、2つの距離合わせて8になってるから、この方程式の答えは x イコールマイナス3と5っていうこと。というふうに数直線でも絶対値の方程式が解けるっていうのも知っといたらいいかもしれないです。いろんな授業動画上げてるので、ぜひチャンネル登録してください。ありがとう。